深淵の謎、それは女神の贈り物、我らは求め飛び立った。さまよい続ける心の水面にかすかなさざ波を立てた。想像しいな、子犬のザックス。二人は俺を裏切り続けた。俺があの家に来た時からな。死んだの犬どもに何がわかる。列車はウータ兵に占拠されている。速やかに排除し列車を奪還せよ。ザックス、ソルジャー統括のラザードだ。よろしく。早速だが、ソルジャークラスファーストジェネシス、一月前ウータイでの作戦行動中に行方不明となった。準備が整い次第すぐに出発だ。私エアリス。君降ってきたの、びっくり。お前をファーストに推薦しておいた。はあ、アンジール大好きだ。アンジール、セカンドたちの留守に忍び込んでここでふざけていた。ジェネシス、アンジール、俺本当に仲がいいんだ。どうだか。俺も田舎の出なんだ。どこ？ニブルヘイム。サックスは？俺？ゴンガが。あ、笑った。今笑ったな。知ってるのか、ゴンガが。アンジールから何か？実家にも連絡はないそうだ。この任務は本来セフィロスが行くはずだった。つまりそれほど重要視されているということだ。甘く見ると失敗するぞ。セフィロスは命令拒否だそうだ。上の町に行ったら空近いんだよね。お花たち喜ぶかな。プロジェクト G、 プロジェクトジェネシス。喜べゾーン。俺とクラウド、俺とクラウドがいれば辺境の地は怖いものなし。違う、翼はモンスターの証じゃない。ではこれは何だ。天使の翼。ならば天使はどんな目的を持てばいいんだ。俺はどんな夢を見ればいいんだ。ジェネシス脱走した。ソルジャークラスファースト。ジェネシスコピーか。コピー、人間のコピー。アンジールはどこだ。裏切り者になった、そういう意味だ。ありえない、そんなことする男じゃない。アンジールは俺を裏切ったりはしない。よう相棒。結構ついに心を決めたというわけだ。幼馴染の意思は尊重しよう。しかし、そっちの世界で生きてゆけるのか。